ケーブルモバイルのどこでもスマホ教室どこスマ、ヤーマンです。スージーです。今回はメールの使い方についてやっていきましょう。はい。ケーブルモバイルには2つのアドレスがございます。 Gmail というフリーメールと、あとは CATV と入ったプロバイダーメールがございます。携帯を契約するときに登録したメールアドレスのことですね。そうですね、はい、はい。じゃあ実際にメールの使い方をやっていきましょう。はい。じゃあ数字メールのところをタップしてください。はい。でまず受信トレーカー見ていくので腕の方をタップしてください。バーの部分もタップですね。はい。でこれで受信トレーを見ることができます。受信トレイはですね、相手から来たメールがこちらの方にどん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 入っていくので、入っていくようになっております。こちらの、 表示されている名前というのが、私この名前アドレス帳に登録してないんですけれども、はい、そうなんですよね、はい。自分、表記が違うことがあると思いますが、これは送信者側が設定されている名前が表記されるようになっています。なので自分のアドレス帳と登録された、名前が違うよという場合もあります、はい。パソコンメールと一緒ですね。そうですね、はい。じゃあ実際にメールを作成していきましょう。はい。じゃあ右上のこちらをタップしてください。この3つの点が並んでいる部分ですね。はい。で作成すると作成の画面が出てきますので、こちら上のところに英語表記なのが自分のアドレスになります。その下が、相手のアドレスを入力することになりますが、直接入力する方法とアドレス帳から引っ張ってくる方法がございますが、まずは直接入力からやっていきましょう。はい。じゃあ数字実際にアドレスを入れてみてください。はい。はい、早いですね。はい、はい、打てましたかね。はい。で次に件名、こちら自分のお名前でも、こんにちはでも短い文を入れてみてください。はい、はい、打つことができましたね。その下が本文、はい、とここで本文の下に何か文字が書いてますね。プリテルプリオリ2から送信しました。はい。こちらも後ほど説明していきたいと思いますので、とりあえずは本文入れてみてください。はい、できました。はい、できましたね。じゃあこちらを送信するときには上の紙飛行機マークあると思います。こちらをタップしてください。はい、送信中と出てますね。これでメールを送信することができました。はい。じゃあ次にアドレス帳から引っ張ってくる方をやっていきたいと思いますが、まずは、送られてきたアドレスを登録することからやっていきましょう。はい。じゃあこちらの方をタップしてください。はい。でこちらを登録していきます。顔のところをタップしてください。すると数字の連絡先に追加しますかということが出てきますので OK で、で、新しい連絡先を作成、こちらアドレス帳開かれたんですけれどもね。でこういう画面が連絡先の保存先、こちらは本体タップですね。はい。すると、こういう登録画面が出てきますので、こちらの方にお名前を入れてください。はい。はい。で下の方にちょこっと数字スクロールしてみてください。はい。もうすでにアドレス、メールアドレスが入ってますので、完了ですね。はい。これで連絡先を保存することができましたと。はい。じゃあもう一回作成画面からやっていきたいと思いますので、上で戻ってみてください。はい。じゃあ右上のおさらいですね。おさらいで右上のところから作成です。はい。でこちらが自分のアドレスで、じゃあ今度は、直接入力するのではなくて、これはヤーマンと登録したのでヤと入れてください。すると先ほど登録したアドレス、メールアドレスが表示されますので、こちらをタップしてください。はい。これでもう直接入力しなくても送ることができます。次に件名、ね、はい、次に本文ですね。
で同じように送信、はい、送られてますかね。送られたかどうか実際に確認してみましょうか。はい、じゃあ受信トレイのこちらのところをタップしてください。すると横からこういう画像が出てきますので、こちらの方に下の方行くと送信済みというところがございますので、こちらをタップしてください。すると、先ほど送ったメールが入っていますね。ということは送られているということですね。はい、でもう一回受信トレイに戻りたいよという場合にはもう一度こちらを押していただいて、上の方にある受信トレイをタップしてください。はい、で先ほどの受信トレイに戻ってくることができました。はい、先ほどメールを作成するときに下にフリーテルプリオリ2から送信しましたとあったんですけれども、はい、あれは何なんでしょうか。いいですね、いい質問ですね。あれがですね、はい、署名と言いましてですね、はい、自分で設定することによって自分の名前を入力することで、いちいち自分の名前を入力せずに済む。で邪魔であれば消すこともできますので、今からじゃあその設定方法を説明していきますね。つまり署名とはメールの本文の一番下にある名前の部分のところなんですね。そうですね。じゃあ設定ですね。はい、でこういう画面が出てくるのでアドレスをタップしてください。はい、するとこの中に署名とございますので署名をタップしてください。でこういうことが書かれてますので、じゃあ今日は消してみましょうか。はい、で OK です。今はこういったふうに文章を消したんですけれども、ここに自分の名前を登録するとどのメールにも最後に自分の名前が表示されるということですね。そういうことですね。じゃ実際に見てみましょうかね。戻りましょう。はい、で作成画面を見てみましょうかね。はい、消えてますね。先ほどこの下のところにあったんですけれども、はい、今さっき消したことによりもう表記はされなくなりました。名前を入れたい人は先ほどのところに名前を入れることで自分の名前を毎回毎回出すことができますね。はい、はい、以上で、プロバイダーメールの説明を終わります。